この動画はタチエの可愛さとは裏腹に猛烈なプレイをしているガノン使いの動画です。よろしければこの後も、ゆっくりしていってね。皆さんごきげんよう、フランだよ。やっぱろう、霊夢よ。今回の質問はこちら。エンディングで話すの。見たことあるな。あ、まあそうですね、これは完全に他の実況者さんたちの得。参考にしています。本当にこの動画いろんなところにパクリが散りばめられてるよね。いろんな実況者さんを見ていいなと思った要素を参考にしてるから確かにパクリって言われたら否めないわね。霊夢も悪気があるわけじゃないからそれだけは許してあげてね。して初戦のお相手はシュルクね。開幕はものすごい運ばれちゃったけどここから押し返していくよ。いやなんかとんでもないことしてきた。今のは受け身取らないと確定しちゃうみたいだね。ちょっと反応できなかったよ。綺麗にイチスト先行されて早速嫌な展開ね。ふん、もういいもん、列を鈍っぱなす。無理やり相打ちさせて一旦距離が置けたわね。もう、ちょこまかするなぁ。怒りの横スマがなぜかヒット。時に箱をやってぶっぱするのも大切。いやまだいける、そこだ。でもそこからでもダメよ。いや、フランはまだ諦めない。来た、これで届く。お相手のメテオが失敗で奇跡的に帰れたわね。正直ジャンプが潰れてたから完全に積んでたよ。ただお相手も激で一気に攻めてくるわ。復帰阻止を叩き落とそうとしたけどちょっと高すぎたね。引き行動は列鬼でぶっ壊す。またも相打ちだけど崖で怖い展開に。ものすごい殺意だったけどなんとか振り切ったよ。登ってくる。ひえー、飛ぶ見てから横スマまでの判断が早すぎる。空下は読めてるよ。締まりは悪いけど読みはまあまあだから動画にしてもいいよ。読みが凄まじいから動画になってるのよ。それじゃあ2戦目行くよ。お相手はフランの動画ではやたらと登場するパックマンね。それは後引きかな。食う前に繋いでいく。うわ、上から来るなら空母をブンブンしていくよ。上から復帰でしょ。はい正解、いらっしゃい。てー、勝った。もう全く、硬すぎでしょ。びっくりしちゃったよ。びっくりしながらも普通にバーストさせてるけどね。ほとんど無傷でイチスト先行できていい感じ。グエムで浮かされちょっと嫌な流れに。うわ、初めて消火栓と DA が相殺した。とりあえず外に。復帰を潰したかったけど下からはちょっと無理だね。あっと、こっちこっち。ここは全対応の列鬼で。そしたらよく見て。惜しくも当たらず。ていうかこれまずいかも。お相手は復帰阻止に積極的じゃなくてよかったわね。キャラボスは怖いな。でもここはレモン味のゼリーが来たわね。ふっふっふ、これはうまく使うしかないね。全然扱えなかったわね。みかんぶん殴ったけどダメだった。ふう、甘えた打ち回避だったけどなんとかなった。よし今度こそ。いらっしゃい待て。今度は綺麗に横スマをバッチリはめていく。よし来た、ノリノリおじさんでいくよ。それは甘い。ただ当てはんで空前もらってるわよ。弱連に空下当てて、空後。復帰阻止のプレッシャーをかけて。夫ガノンに二度だけは、自殺行為だよ。完全に決まったと思ったけどトランポリンで帰ってきたわね。なんか今回はパックマンに驚かされてばっかりなんだけど。ふう、バーストできた。無言でバースト演出出る方がびっくりするわ。それじゃあ3戦目行ってみよう。今度はリドリーだね。ND の後引きに空前ぶっ放す。うん、絶対弱してくると思った。リドリーって横 B の後に弱し込んでくるイメージあるわね。レバガチャの暴発とかも考えると結構安定行動なのかもしれないね。殴り返したいんだけどリーチ差がきついね。甘えた打ち回避を掴まれていく。うお、危な、飛び方によっては終わってたよ。あ、アップなかった、しょうもない横 B で死にかけたよ。よく見たく N でそのままバーストさせたわね。こういうところは堅実に取っていかないとね。大技ブンブンするだけがガノンじゃないよ。それ言って秒で横スマしてるじゃないの。 DA で崖展開へ。これは完全に積んでたね。ちゃんと当ててきた相手がうまかったね。なんやかんやでストックは並んだ状況ね。さっきから崖に横スマしてるけど全然当たらないな。もう一発空下打ち込んだものの回避が間に合っていく。これ付き合う意味ないかな。
よくまあ全く動かず有利展開に持っていけるわね。ここもとりあえず待っていこうかな。よし来た。うわお、割れた。横スマ振るのは、割れたのさ。これ狙ってやってるの？え、狙ってガード割らないの？それじゃあ4戦目行くよ。お相手はイカちゃんね。開幕からボッコボコにされてる。アイテム出てきた。またかと言うべきかアイテム戦ね。あ、インベーダーゲームのやつ。いやそれどこに投げギアー。今の何？信じられん挙動で飛んできた。今こそ魔球だね。あ、あのキノコがヤバいことだけは知ってる。もうこれどうしたらいいのかな。バーストはしないまでもボッコボコにされてるわね。あーくそ、走り抜けるのか。よしやっと捕まえた。ボンバーはちょっと使い道はないかな。適当に捨てておかないと。にしてもかなりきつい展開ね。足の速さもあってアイテムも取りにくいし。あ、タヌキ親父になった。いや、何やってんの。なんか使い道あんのかなと思ったけど全然わからんわ。横 B で埋められてついにバーストね。まあ、200% まで耐えたからまあまだいいかな。これからどうやって戦おうかな。このままされたらいいようにされて終わっちゃうよ。あ、これなんだっけ？おお、これは使える。アイテムの力で理不尽でしかないバーストができたわね。もうこれは相手のルールのせいだからね。思いっきりもらうよ。本当にアイテムに慣れてないの？とんでもないコンボしてるんだけど。いや絶対アイテムコンボ練習してるでしょ。そんなことやらないよ。はっきり言って時間の無駄だもん。って危な。今のは相手がウェディしてきたおかげで助かったわね。箱の中身は何かな。いや絶対そのビームソードいらないでしょ。いやその銃投げて使うの。げえ、剣術ミーの横 B のでかいバージョン来た。あ、でも前スキめちゃくちゃあるね。打ち返せるかと思ったけど思ったより発生が遅かった。これならいける。もう一発。アイテム戦でも前隙を考えるは本当に大切ね。できればタイマンじゃやりたくはないだけど。それじゃあ5戦目行ってみよう。あ、お相手は本当に剣術ミーになった。横 B でいいようにされないように警戒って感じかな。硬直時間長すぎてヒット確認がほんと余裕だからね。NB はチャクラムだから遠距離よりなカスタムになってるみたいだね。いやほんと、これ強いな。にしても全然くれないわね。よし捕まえた。ちょっと勢いに任せて相手を見てないプレイしちゃった。いやしれっとやってるけどさっきの反転マジでエグいわね。最近になってやっと安定して反転できるようになったよ。何が強いのか全然わからなかったんだけどあんたに教えられて強さに気がついたわ。霊夢は最速崖奪いとか小ネタばっかりで根本的な内容を全く練習しないからな。反転がここまで重要なものだと思ってなかったのよ。小ネタ練習してたけど上手くなったって錯覚してただけだったわ。まあバーストとか火力っていう結果が簡単に手に入るからそりゃ練習したくなるのはわからんでもないがな。それも悪いことじゃないがそもそもがガタガタなのにそんなしょうもないところだけ上手くなってもしょうがないわな。私だってまだ基本立ち回りがガバガバで練習中だしな。マリサのレベルで基本挙動が練習中レベルなのか、私がいかにこねただけで食ってきたのかよくわかるわ。ゼルダはマジでスマブラのセオリーから外れまくってるキャラだからな。まともに戦えって方が無理があると思うぜ。まあでも反転の強さは学んだからね。それは練習していくわ。いやなんで泣いてるの。やっと霊夢が普通の技術を磨こうとし始めた。やかましいわ。はいはい、二人がイチャイチャしてる間にもミスト先行できてかなりいいぜ。そうでもないかも。すっぽかしててごめんって、だから自信は失わないで。絶対やってくると思った。はい反転つかみ、グエヌしてー。お帰りください、そしたらここで待って。とりあーイエーイ、すっぽく気持ちよくバーストできた。ウェディに超綺麗な横スマが決まったわね。ドーンと決まったところで今回はここまで。この動画はいかがだったかな？良ければコメント、高評価していってね。また次回の動画も楽しみにしてくれる人はチャンネル登録して待っててね。それではまた別の動画でもお会いしましょう。じゃあね。
ドヤーと決まるのが楽しそうね。あ、質問でもあったけどまだこれやるんだね。今ではテンプレと化したから普通にこれからもやっていくと思うわ。っていうかここ見てる人いるんだね。まあしれっとやり始めたからね、誰も気づかないじゃないかなとも思ってたけど。っていうか初めてやり始めたのはいつだか忘れたけど。ま、そういえばしれっとやり始めてたね。これからも続けると思うので暇ならここまで見てやってくださいね。